こんにちは、夏みかんです。サガフロンティアリマスターアセルス編を進めています。先日勝利のルーンと活力のルーンを手に入れました。次が保護のルーンなんですけど、ちょっとパーティーを強化しないと保護のルーンはきついかもしれないなと思ったので、生命科学研究所にやってきました。前はね、ここでちょっとレベルアップさせようと思ったら、なんと一撃でいられるという事件があったけれども、今回はどうかな、いけるんじゃないか。うわー、耐えた耐えた、オッケーオッケー。でもきついですね、なかなか厳しい。よしよし、なんとかレベル上げできそうですね。このサガフロンティアも他のサガシリーズ同様、戦闘回数によって敵の強さが変わってきます。ただこの生命科学研究所では、本来登場する敵よりも2ランクぐらい上の敵が出てくるんですよね。だから技を覚えたり能力値を上げたりするのに最適、まあいわば道場みたいな感じで使われているんですよね。さてと、あ、ユニコーン来た。ユニコーンは妖魔の剣で吸収したり、モンスターが吸収したりするとマジカルヒールっていう技が使えるんですよ。ということでユニコーンが出てきました。よし、じゃあユニコーンを飼っていくぞ。白バラ姫、妖魔の剣で吸ってくれ。 OK、 これでマジカルヒールが使えるようになりました。白バラ姫はね、スターライトヒールも使えるので無理にマジカルヒール身につけなくてもいいんですが、技ポイントで打てるので、例えばね、 JP ちょっと節約したい時なんかに役立ちますよね。さあ次はですね、サンダーに吸ってもらってマジカルヒール覚えたい。なんかね、モンスターのマジカルヒールってファストなんですよ。妖魔のマジカルヒールは全然ファスト機能ないんですけど、なぜかモンスターのマジカルヒールはファストなので、妖魔のマジカルヒールよりも相当に使いやすい。あ、逃げちゃった、誘惑させちゃったので混乱して逃げちゃったみたいです。よし、じゃあ3回目のチャレンジです。覚えろ覚えろ覚えろ、えい、あ、角を覚えちゃいましたね。さあ続いてのチャレンジ、今度こそ覚えるぞ。サンダー頑張ろう。わあ、エナジーチェーン打ってきた。しかも渦巻いてましたね、エナジーチェーンが。ルージュも負けずに、おお、やった、ルージュのエナジーチェーンもぐるぐる渦巻くようになりましたね。エナジーチェーン渦巻くと麻痺が与えられるようになるから、と喋っている間にしれっと何も吸収できなかったですね。おーい、サンダー頑張れー頑張れー、今度こそ吸収しようね。あ、新速三段突き覚えた、いいぞいいぞ、すごいいい感じ。よし、じゃあ今度こそ吸収しよう、ゴー。ダメだ、吸収できない。あれー、これ技配置が悪いのかな。サンダーの技の配置を変えないとダメかもしれない。それかそもそも吸ってるモンスターが少なすぎてマジカルヒールを覚えるのにちょっと力が足りないのかな。なんかあわよくば生命の雨も取れたらいいなって思ってたんですけど、あ、そうなんですよ、ユニコーンから低確率でなんと生命の雨も覚えられるんですよね。生命の雨どころかマジカルヒールも覚えられず、さらに、いや、ドラゴンまで出てきちゃいました。これ勝てるかな、逃げた方がいいかな。一応チャレンジしてみましょうか。もう全力で戦っていこう。できるだけ高火力の攻撃を叩き込め。うわー、一撃でやられる、強い火炎、さすがですね。いやー、こっちも負けずにやっていくが、どうだろう、いけ、調布、よしよしよし、いいですね。よし、頑張ろう、なんとか勝ちたい。インプロージョンで、ちょっとインプロージョンで一撃必殺狙ってみましょうか。あー、踏みつけられちゃった。こっちのヒットポイントまだ
300とか400なのに、向こうの攻撃500、600平気で出してくるの、もう、どう考えても無理ですよね。どう頑張っても無理。ディフレクトか、盾で防ぐかしないと、もう生き残れる見込みがないよね。ああ、ひどい。ひどい。頑張って。頑張れ頑張れ。これで決まるかな？あ、決まった。素晴らしい。アセルス様、かっこいい。これ、吸収してみましょうか。赤竜。ダメだ。ああ、やっぱりちょっと、まだまだ、モンスターを吸収してる量が足りないのかもしれないな。うわー、どうかな？ダメだ。ダメだ。技の並びも悪いかもしれませんね。技の並びも悪いし、モンスターを吸ってる経験値自体も少ないのかもしれない。ということで、一旦ちょっとマジカルヒール吸収は一旦ちょっと諦めて、また出直したいと思います。ご視聴ありがとうございました。夏みかんチューブではこれからも佐賀シリーズの動画をアップしていきます。3月頃には VTuber 化も目指しています。もしよかったらチャンネル登録や高評価、コメントで応援してくれると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さようなら。